今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。内藤さん、今朝和服ではなく、はい、ちょっとチャイナな、チャイナの感じですね。はい、はい、実はですね、昨年11月に現代日中関係史という本 の第1部という形で72年まで出したんですけど、はい、そのまあ続編というか後編というか、それで72年以降の第2部というのが、はい、3月20日付で刊行なんですけれども、今週実物が出来上がってまいりまして、そうなんですね、で新しいのが出てくるとちょっと和服以外で違うぞということをアピールしようということで、はい、現代日中関係史ですね。そうですね。それで第1部出した時に、実はこのチャイナ服を着てこようかと思ってたんですけど、どちらかというとテラちゃんのリスナーの方は保守系の方が多いの で、 でこんな格好してきてこの非国民めなとか、いやなんとかっていうふうに叱られると嫌だなということをポロッと言ったらですね、ツイッターでですね、ちゃんと今度は着てこいという、今度逆にねそんなこと言わないで見せてみろ、着てこいと言われたんで、はい、わかりました、じゃあ第2部が出た時には必ずということを確か言っていたので、でちょっと今回着てきました。パンダが以降、台湾問題、天安門事件に尖閣諸島と、はい、ね、そうですね、もう70年この、半世紀の話を書いてみました。はい、ぜひともこれ日本優秀出版というところですね。そうですね、切手関係の専門の本屋さんで出版社なんで、はい、現代日中関係史第2部は3月20日ですけども、はい、Amazon、楽天その他では予約も受け付けてますので、はい、はい、ぜひともよろしく、皆さんもお願いいたします。同じ時の方お読みになってください。ところで、中国というとですね、昨日野球国あと地域別対抗戦のワールドベースボールクラシック1次ラウンド B 組が始まって、日本代表侍ジャパンは初戦が中国でした。8対1で勝ち、白星発進です。大谷翔平選手が投打の二刀流で先発して4回投げて1安打5三振の好投、打っては4打数2安打2打点と投打でフル活躍したという、まさに大谷劇場と呼んでる方もいるし、いろいろこれもですね、いやヌートバーが活躍したとかね、いろんな見方がこれあるんですけど、ファインプレーなんかもしてましたしね、いずれにしてもやるもんですね、やっぱりね、ちょっとなんかやっぱり別格感が、昨日の試合もそうなんですけど、その前に日本で壮行試合というかな、やれたじゃないですか、であれ膝つきながらこう、それでホームランですもんね、大谷が。なんか詰まった感じって、なんかあれ見てると、とにかく大谷一人異次元な感じでしょ。だから劇場とかなんとかというよりも、なんかとにかくこの人はちょっともう別物だよねっていう。はい、ですから逆に、私昨日実はちょっと仕事があって、ツイッターかなんかで時々その文字情報で途中経過ちょっとチェックするしかできなかったんですけど、しかしそこでも言っておられた方いますけど、やっぱ球数制限があって途中で、はい、いやこういうことだったら、球数制限のね、あれは分からなくはないですけど、できれば行けるところまで行って、完封かなんかまでしていただきたいと思っちゃいますよね、我々としてはね、素人考えですけどね、だって昔からね、先発完投型とかね、やっぱり言われてますから、先発完投していただきたいと見る側は思いますよね。さて、その侍ジャパンに対して岸田総理はですね、自身のツイッターで世界一奪還へ向けたエールを送っています。岸田総理、開成高校野球部出身の元高校球児で地元広島カープの大ファンです。日本の第2戦となります今日の韓国戦で始球式を行う予定です。岸田総理、今日始球式なんですよね。でもあれなんですね、はい、野球部ご出身なんですね。そうなんですね、ってことは、ちゃんとストライク入るかどうか別として、はい、普通にちゃんとその届きそうですね、投げ方とかはね、分かってるから、ほら素人がやるとなかなかあさっての方向いっちゃったり、ワンバウンドになっちゃったりっていうのが多いですけど、カラーがちゃんと多分キャッチャーミットに収まる球投げられるんでしょうね、はい、でもこれ、あえて第1戦の中国は外して第2戦の韓国ってまさに今ユン大統領とね、これから仲良くしていきましょうよみたいな、こういう機運は高まってますけど、それとリンクさせたのか、それとも何か他の理由があったのかですね。どうなんですか、これ、球場はどこなんですか。東京ドームですね。あ、
じゃあ別に広島でやるわけでも何でもないですよね、はい、いや一瞬だからなんかあっちの方でやるのかとかと思ったんですけど、はい、まあでもこういう時にね、あの悪意がなくても弾がそれて危険球になったりするとですね、元野球部で危険球で絶対こう意図的にやったとかって言われるんですよね。なんかついつい私なんかこう性格悪いもんですから、本人は真面目にど真ん中投げようと思ったのは、手が滑ったとかつって、それで危険球までいかなくても、いや危険球までいかなくても、なんか岸田さんあたりだと中途半端なところでちょっと肘に当たったとかそういうんだとなんかまたいろいろ物議かもしそうな感じが一番なんかこう微妙な形になっちゃいそうで、すいません失礼しました。その岸田総理ですが、韓国ユン大統領と16日と17日首脳会談を行います。日韓間のこの懸案となっているいわゆる徴用工の訴訟問題めぐって、韓国政府が解決策を示したことを受け、関係改善に向けて両首脳が早期に会談を実施することで一致しました。こちらもまあね、そのいい方向ではあるんでしょうけれども、まあ、韓国という国がですね、まあ、先ほどあの佐藤参議院議員もおっしゃってましたけれども、まあ、過去の例がありましてね、手のひら返しがね、だから結局個人の属性に非常に左右される国じゃないですか、はい、多分ユン大統領の時代はかなりまともだと思うんですよ、彼自身の、はい、少なくとも今まで見てる人ね、それが彼が辞めた後どうなるかというのが不安なので、逆に言うとそのユン大統領の時代にどこまでそれをそのまあ揺り戻しは来ない、後戻りが来てもその歯止めがかかるように布石を打てるかですよね。だから逆にユンさんの時代にこちら側はできることをどんどんやっていかないとダメですよね、はい。まあ、来年の4月ですか、総選挙がね、韓国ありますから、はい、まあ、そこまでにうまく固めてもう逆転みたいなね。そうですね、まあ、あとはやっぱりユンさん自身が、はい、国内のやっぱり左派と戦ってますから、はい、その辺はですね、まあ、少なくともですね、別に日本が外国のことなんで、応援する必要はないんですが、そういった意味で足を引っ張らないということは大事だと思いますね。そうですか、はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。おはようテラちゃん、時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。ニュースピックアップこちら、読売新聞、韓国ユン大統領16日に来日、日韓関係正常化へ節目。日本韓国両政府は昨日、韓国ユン大統領が16日から17日に初来日し、岸田総理と会談すると発表しました。韓国の大統領の来日、大阪市で G20 主要20カ国や地域の首脳会議が開催された2019年6月以来となります。韓国政府によるいわゆる元徴用工訴訟問題の解決策の発表、これを踏まえたもので、日韓関係正常化に向けた大きな節目を迎えると読売新聞は伝えています。国際会議に合わせた訪問を除きますと、日本と韓国いずれかの首脳が相手国を訪れるのはイ・ミョンバク大統領が2011年12月に来日して以来およそ12年ぶり。岸田総理とユン大統領の会談は去年11月にカンボジアで行われて以来です。会談では元徴用工訴訟問題をめぐり、ユン大統領が韓国の財団が被告の日本企業の賠償金のこの相当額を支払う解決策を説明し、岸田総理が評価する考えを伝える見通しです。この韓国ユン大統領来日の運びですが、これは内藤さんはどうご覧になってますか。だからイ・ミョンバク以来、はい、ようやくそのまともな、まあ、まともなっていうのは我々の感覚でという話ですけれども、はい、大統領になったということですよね。つまり、まあ、この前のムン・ジェインは論外ですけれども、はい、パク・クネにしても対日政策以外は比較的穏当だと言われてましたが、それでも彼女は逆に出自といいますか、お父上の、ね、はいはい、関係で日本に対しては絶対妥協できないという立場を取らざるを得なかったということなので、はい、これがようやくですね、この10年ぶりに、はい、まともに会話ができる相手にやっとなったという、
まあ、そこですよね、はい、で日韓首脳会談ではですね、日本と韓国の首脳が定期的に互いの国を往来するシャトル外交12年ぶりに再開することについても確認する方向で調整をしています。異例の頻度でミサイルの発射を繰り返す北朝鮮、まあ、昨日の夜6時ぐらいにも一発短距離弾道ミサイル短距離ミサイルをですね発射したというニュースも入ってきておりますが、日韓日米韓の安全保障協力の強化でも一致する見通しです。日本と韓国のこのシャトル外交再開というんですが、これは内藤さんどうですかね。これ当然あの北朝鮮の話もありますし、はい、もちろんあとあの台湾有事に関する、はい、当然朝鮮半島もこれあの無縁ではいられないわけですが、少なくともあの日本の防衛にとってですね、はい、あの米韓との連携ってこれ重要になるんで必要なので、やっぱりこの連あのまともな、まあ、まともな相手って言うとまた怒られるかもしれませんが、話ができる相手とはきちんとやっぱ詰めていかなきゃいけないですよね、はい、それからもう一つはですね、私が個人的にちょっと期待しているのが、あのユン政権というのは実は国内であの女性家族部の廃止というのを謳ってるんですよ、はい、で女性家族部っていうのは、まあ、かつて の韓国というのは非常にあの男尊女卑が強くて、あの女性の権利をその、まああのまあ、男女平等の方に、はい、あの是正するというので作られた組織だったんですが、これ金大臣の時だったと思いますけど作られた組織だったんですが、これがですね行き過ぎちゃってですね、はい、今やあの過激派フェミニストといいますか、そういう人たちの拠点になってるんですよ。でそれで極端なその過激左派ですね、まあ、極左とあえて言いますが、はい、で例えばその低体教だとかですね、あの慰安婦問題で、はい、あの元慰安婦とされる女性 あの支援ということをはっきり言ってもそれ飛び越しちゃって、彼女たちにですね日本がその基金作ってそれ金を受け取るなみたいなことを言ったりですね、はい、あの要は反日の方面のために言ってるような団体のそういうあの極端な過激フェミニストのその団体 あの拠点になっちゃったと、はい、でそれがやっぱり反日世論なんか煽るで、特に北朝鮮なんかともそのまあ関係が不透明な関係があるということが指摘されていて、でそこに関わっていたあの国会議員がこれあの裁判であの有罪判決出たのかな、あの休憩されたのかな、はい、分かりませんが訴追されているというですねちょっと忘れましたが、はい、形なんですよ。でこれが今日本でも話題になっているですね、あのいわゆるそのコラボだとか、はい、あの手の非常にその不透明な形であの女性 その、まあ、フェミニズム団体ですね、はい、フェミニズム系の団体が活動しているのと何かですねつながりがあるんじゃないかという、まあ、あくまでもこれ疑惑のレベルなんですけれども、はい、韓国側がそういうその過激フェミニストとか過激左翼団体を結構これ市民団体はあのいろいろその不正資金なんか追及してますから、はい、例えば日本側とですね普通に考えれば例えばあの手の団体が韓国 そのデモに参加したりとかしてるっていうとあの関係が全く無関係とはちょっと考えにくいと思うんですね、はい、で私はやっぱりその辺の人たちの疑惑とかそういうものを解明するためにそういう意味でも日韓の捜査協力みたいなことを捜査協力ですね、はい、あの情報共有をして例えば不透明な形であのお互いの国の資金がですね北朝鮮に流れてたり、はい、あるいはそういうそのある種の反日工作だったり左翼工作みたいなところで好ましくない連携をしているというふうな情報共有してですねそれをやっぱりある対策を立てるというようなことでの連携というのは強めていただきたいと思ってるんですよ。その意味でも彼 そのやってるあの女性家族部の廃止っていうのは非常にいい方向だと思うのでそれやっぱり日本もそれに乗っかってですねあの国内のそういういかがわしい、まあ、あえて言いますが、はい、そういう団体をそのまあ監視するといいますかあのそっちの方にうまくこれをそういうところで連携していくということですねできないかなというのちょっとこれ期待はしたいんですけどね、はいはい、時刻6時19分になるところです。おはよう、テラちゃん、テラちゃん。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは郵便学者の内藤陽介さんです。燃料費などのコスト上昇の価格転嫁が中小企業庁のアンケートで最低の評価でした日本郵便に対してゆうパックを配る下請け業者からは価格の引き上げを頼んでも断られた、まあ、こういう証言が相次いでいます。首都圏の郵便局との交渉役を担う男性は局の部長や課長に取引価格の引き上げを何度も直訴してきたけれども、まあ、その度に相手にされず苦渋を飲まされてきた
来たといいます。売上が歩合制で荷物を1つ配るたびに税別で170円台の報酬が出て、そのうち150円がドライバーに 渡して20円余りが業者の取り分となるといいます。ドライバーの多くは個人事業主で孫受けにあたります。日本郵便の価格転嫁が最低だとするこの調査結果が出たわけなんですけれども、これは内藤さんどういうふうにお考えでしょう。ですからまあこれはあれですよね、はい、結局はまあデフレで、配送料金が、まあ、特にそのUパックですよね、はい、Uパックを配るその U パックの料金がやっぱり安いんですよね、料金自体がね、自体が結局要はこれは他の宅配便なんかとの競争も激しいので値上げできないということは分かるんですが、はい、値上げできなければ当然どっかでしわ寄せがというこう弱いところに来ちゃうという構造なんで、はい、だからこれはそれこそジョネンさんが最近よく言っておられますけれども、そろそろやっぱり賃上げその他の上がっていく局面なので、そこで改善していくしかないですよね。はい、でこの郵便局を営む日本郵便、実態把握を急いでいると言います。日本郵便がですね、客から受け取る U パックの料金、これを見てみると過去10年で4度上がってます。で最小の60サイズは同一都道府県内で税込み600円が810円になったと。でこのうち2度は消費税率の引き上げに伴うもので、残る2度は人件費の上昇などが主な要因だと謳われました。まあ、しかし業者との取引価格は5年以上前に1度10円ほど上がっただけだというんですね。過去10年で1度も上がらなかった業者もいると。契約を切られたら困るという、まあ、こういう理由で値上げ要請を控える業者も複数ある、まあ、こういうふうにも言われてるんですけれども、まあ、これが現状なんですね。だからあれですよね、はい、そうすると結局どこでその、まあ、人件費に純粋にね使われてる、はい、多分これおそらく日本郵便の中の人件費ということになっちゃうんでしょうけれども、ただやっぱり気になるのはコマーシャルが多いですよね。時々テレビなんか見ると結構コマーシャル派手に打ってますから、それどうなのっていう気は当然しますよね、まあ、もちろんコマーシャル打たないと他のその宅配業者なんかに負けるということはそれは分からなくはないんですが、ただですねやっぱりこれ莫大な費用がかかってるというところをやっぱり本来やっぱりこう還元すべきとか違うんじゃないのっていう気は、私は個人的にはしますけどね、はい、でこれだから実際に配ってる方々ね、お願いしますよと部長とか課長に顔を合わせるたんびに取引価格のこの引き上げを求めてきたと、まあ、だけれどもね、人員不足とかこのガソリンの価格の高騰も訴えてきたんだけれども、返ってくる言葉はいつも似通っていて、価格は上が決める、現場に決定権はない、上にダメだと言われたと。まあううね、じゃあその上にやっぱり言わなきゃダメだということですよね、はい、それとやっぱり孫受けっていうことで、はい、その真ん中にいるところがどれだけね、はい、だからこれが一応そのまあ 15% 一応170円台で150円がドライバーにってことは、はい、まあ、20円ぐらいな 15% って、まあ、この比率はまあそれほどね、はい、アコギではないとは思うんですが、いわゆる手数料の感覚からすると、はい、だけど上が決めるっていうんだったら結局これきちんとそれを反映させるということは、責任がどこに所在があるのかって聞く、やっぱりよく分かってないわけじゃないですか。そうなんですね、不透明なわけじゃないですか、でその聞いた部長や課長も2年から3年で異動になってくるってことなんですよ、だからやっぱりその辺ですね、きちんとやっぱり制度的にしないといけないですよね。そうですね、ですからまた新しくなった部長課長に一からというかゼロからまたお願いしますって、でしかもその部長課長に権限が与えられなくてなきゃこれどうしようもないですから。そうなんですよね、その辺フィードバックさせる仕組みがちゃんと作んないと、はい、ですね、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは郵便学者の内藤陽介さんです。明日東日本大震災から12年を迎えます。復興が進むこの沿岸各地で津波の傷跡をこの刻んだままですね、残された震災遺構が災害の教訓を伝える貴重な財産なわけなんですが、まあ、これらの施設、雨風にですねさらされて傷みが進み、維持管理が自治体の重荷となっているといいます。一方廃炉作業が大きく動き出すと、原発機構に溜まり続ける処理水の海洋放出、今年夏までに始まる予定です。地元の漁業関係者を中心に風評被害への懸念、まあ、これは今も根強くあるとも言われています。
明日ですね、東日本大震災の発生から12年ですが、内藤さんはどういうことをお感じでしょうか。ですから今のお話なんかで、はい、この震災以降って、はい、本当に全部保存しなきゃいけないんでしょうかね。やっぱりある程度重要なものと残すものと残さないものを選別してやっていかないと、これ維持管理が重になっているところでやっぱり限度がありますから、その辺必要ですよね。それから処理水はもう本当すぐにでも海に流して全然問題ないわけですから、ないこと確認されているわけですから流すべきでしょうし、風評被害、今でもそのわけのわかんない活動家の人たち言ってますけども、そういうものに対しては毅然としてですね、いやそれはおかしいと、福島の魚問題ないんだと、はい、処理水も問題ないんだということをきちんとやっぱりみんなが言ってって、それでおかしなこと言う人たちはもう相手にしないと、はい、いうにしないといけないと思うんですよ。でそういうことを言うとですね、震災が風化したとかなんとかっていう人いるんですが、ただですね、そういう話を聞くたびに私が思うのは、やっぱり元号の話なんですよね、はい、で今明治以降はお一人の天皇に元号一つの一世一元になっちゃいましたけども、もともとはこうやっぱり大きな災害だとかやっぱり日本全体に関わることのたんびに元号を返すわけですよ、はい、でそうすると例えばその元号で、この後も東日本の後にもですね、大きなことがあればまた変わる可能性あったわけですけれども、そうすると例えば何でもいいんですけど、東日本から12年という時はその元号が変わって12年ってことでみんなが記憶共有できたわけですよね。だから元号ってのはそういう機能があったのがやっぱり一世一元になって、それが全部失われちゃってますから、明治以降のことというのをもう一回やっぱり、それ明治から後ってのはせいぜい150年ですから、日本歴史2600年はね、誇張されてるかもしれないけども、1200年千数百年ある中でのただがこの150年のことですから、元に戻して、例えばあれですよ、阪神淡路の時に何年変える、東日本の時に変える、特に東日本の後は今の上皇陛下のね、玉音放送というか放送があって、あれがみんな非常に感銘を受けたといいますか、そういうこともありますから、やっぱりそういうことも考えるとですね、本当個人的にはやっぱりこういう話を聞くたんびに元号っていうものを何かあるたびに変えるっていうことをやってもいいんじゃないのかなというふうに思いますね、あとこの12年東日本大震災から経ったんですが、現場というか現地行ってですね、この地域で慰霊碑を建ててるところもあるんですね、とそこも12年経つともう高齢化が進んで、で例えば今回は13回忌にあたりますから、そうですね、もう今回でやめにしようという地域もあるということなんですよね、当然そうなってきますよ ね、 皆さんはやっぱり生活がありますから、そういう12年ということのようですね、さあそれではここからですね、内藤さんにはこのテーマで話を聞きます。いわゆる徴用工問題、韓国の財団が賠償を肩代わりへ。韓国政府がいわゆる徴用工訴訟問題の解決策を発表し、韓国最高裁で敗訴した日本企業の賠償を韓国政府傘下の財団が肩代わりすることなどを正式に表明しました。北朝鮮との軍事的緊張が高まる中、韓国ユン政権は日韓間のこの最大の懸案だった徴用工問題を解消し、対日関係の正常化を図りたい考えです。韓国の外務大臣は会見で、日本が普遍的価値を共有する最も近い隣国だと述べ、国益国民のために日韓関係悪化の悪循環を断ち切ると訴えました。18年に元徴用工問題をめぐって韓国の最高裁が日本企業に賠償を命じたことで、日韓関係は戦後最悪と言われるまで悪化したと言われています。内藤さん、今回のこの韓国側の発表ですが、これはどういうふうに評価されますか。ですね、今回の発表についてなんですけど、肩代わりは確かにこれ肩代わりなんですが、これ日本肩代わり肩代わりってあんまそういう表現使わない方がいいと思うんですね、で一応第三者弁済、事実上肩代わりなんですけども、彼らは第三者弁済という言い方をしていて、でですね、今回のこの第三者弁済方式っていうのを、入れるときにですね、これ政府は声明出してるんですよ、でなんて言ってるかというとですね、国際的な法秩序を尊重する正常な国としての判断であると、
だから要するに我々が言ってる要するに条約でもう解決済みなんで、はい、日本政府日本側に賠償を求められませんよと、はい、ですからこれは韓国側やるしかないんですよという国際法を条約を尊重したまともな国としての判断だというふうにユン政権は言ってるんです、はい、でなおかつそれに対するコメントで、司法の誤った判断をこれを一応それも含めて尊重してやってると。だから最高裁をこれ全否定するということはこれやっぱりさすがに彼らもできないので、はい、こういう判断下しちゃった以上、ある程度それもある そちらにもある程度配慮せざるを得ないと、はい、でもう一つ言っちゃうとこれ結局要は日韓基本条約の時にはこれ韓国があとはやってくださいって話だったので、はい、韓国側がやりますというふうなことをこれをやると、だから日本側に払わせるわけにはいかないでしょという、そういう意味ではまともなことを言ってるんですよ、はい、ただそれを、はい、一応国内の世論だとか司法のそういった、まあ、彼政権はもう誤った判断と明確に言ってますから、はい、それを一応その尊重するとこういう言い方にならざるを得ないということですよね。はい、で今も話してましたが1965年の日韓請求権協定、両国間の請求権の問題が完全かつ最終的に解決されたと明記しています。で今回のこの発表によると韓国の財団、まずですね原告側の勝訴が韓国最高裁で確定した3つの件、この訴訟について賠償金などを支払うと、これで継続中の同じ訴訟についても判決が確定し次第同じ措置を取る。しかしこの解決策にはですね期限付きの関係悪化回避策との指摘もあります。財団に移る日本企業への支払いを求める権利求償権ですね、これは放棄されなかったと、つまりユン政権後にですね財団が日本企業への支払いを求める危険性も残っているということなんですね。韓国外務省が問題解決の終わりではなく始まりと言っているとも言うんですけれども、このあたりは内藤さんどうですか。ですこれは一応その、まあ、韓国という国を信用するかどうかというそれは別にして彼らが言っているという説明をとりあえずしておくと、はい、これはですね彼らは何と言っているかというと要するに韓国の国のその品格ですね、これ骨格と言ってますけども、はい、これは高まった国家が国力にふさわしい主導的かつ代表的決断だと、はい、で政府が被害者に相方を向かず責任を持って不幸な歴史による韓国国民の痛みを癒すという意思の表現であり、はい、その意味で問題解決の終わりではなく真の始まりだという、だから要するに日本からもらったお金をその後どうばらまくかというのは韓国側の責任ですよね、配分するか韓国側の責任ですよねと、でその時に例えばまあこのいわゆる鍵括弧付きの徴用工の人たちが、はい、これ債権を持ってて賠償請求する権利があると、でもそれを日本側じゃなくて、今度は韓国側がちゃんとやりますよという意味の始まりだというふうに彼らは一応言ってるわけです。そういうふうに言ってるんです、はい、だから それはあくまでも日本側の対応としてはいやそれは韓国の国内事情ですから私たちは知りませんと言わなきゃいけないのを、はい、これをやっぱり足を引っ張ってるのが林外務大臣ですよ。だ彼は言わんでいいこと言ったでしょ、はい、これの時に日本側がこの財団に寄付する権利は否定しないとか容認する、いやそんなこと言っちゃいけないんですよ、だから韓国は韓国で彼ら少なくともユン政権自体は今の枠組みの中で彼らギリギリのところで日本側じゃなくて自分たちが解決をするんだからということ言ってるのを林の、まあバカたれと言いそうになりましたが、まあ、言っちゃったあの男がですね、はい、日本政府にその、まあ、が支払う寄付をすることは否定しない、はい、何をお前言ってるんだと、はい、まあ、韓国の外務大臣もそう言ってますもんね。だからいや、そしたら彼らは彼らでそう言わざるを得ないでしょ。でなおかつですねこの日韓基本条約について言うとですね、実は結構これ我々が言ってるようにここで全部解決済みというのはその通りです。条文なんか読めばその通りにしか読めないんですが、ただですねこれ実は条約を結ぶときにですね条約の第2条に1910年8月20日いわゆるその韓国併合条約ですね、はい、以前に日本と大韓帝国の間で結ばれた条約とは全てもはや無効であることが確認されるという項目があると、はい、でこのもはや無効であるという文言についてですね、これ普通に読めばですよ、いわゆる日韓併合条約自体はこれは合法であると、法的な手続きちゃんと乗っ取ってるんだけれども、それがもはや無効であるというふうなことを言ってるんで、この日韓併合条約によって無効になったというふうにしか読めないんですが、ところがその当時の韓国国内ではですね一応反対派をなだめるために韓国併合条約自体が最初から無効だという言説があったんです。で
これ当然こんなことを野放しにしておいたらここで詰めてそうじゃないよねということをきっちり確認しとかなきゃいけなかったの、実はこれ当時日本の国会でも問題になってるんですよ、はい、でそれに対して当時の椎名悦三郎外務大臣は何と言ったかというとですね、我々は韓国当局がどういう場合にどういう説明をしようとあくまでも条約の成文に従って解釈をすると、そういうことはあまり心を労する必要はないものであるという基本的な立場を取っているということで、だからいやあの人たちが何と言ってても、はい、本文読めばこう書いてありますから、はい、大丈夫ですよみたいな形で言っちゃったわけです、はい、でだからそれをもとにですねそこを明確に潰さなかった日本の爪の甘さが、結局併合条約そのものが当初から無効だったんで、はい、日本の植民地時代の日本統治時代のものは全部無効だという無茶苦茶なロジックがそこから引っ張ってそこから来たんですね。だからその時点でこれは違うんですよと、はい、併合条約自体はこれは国際法的に認められた条約なんですよということを、その心情的なものは別にして、はい、法的にはそうなんだというところをきちんとですね、詰めておかなかったということは我々も反省しなきゃいけないです。あそこはもう日本の反省点でもある、はい、甘かったんです、はい、だからそこから要するにそういうところを含めて話をしていかないと、ですからですねこれ結局その後になる必要可能性があるということを今回はやっぱりそうならないようにですね、はい、詰めないと、はい、あくまでもこれはそのユン政権の時代になんとかその、まあ、甘やかすとかそういうことではなくて、はい、きっちりその詰められるところ詰めていかないとこれはまた今度ひっくり返る可能性が出てきますから、はい、遡ってじゃあ詰めなきゃいけないってことなんですね。そうです、ね、それはもう一度その念のため確認しておかないと確認をしなきゃいけない、はいはい、ニュー最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。朝日新聞からです。放送法の政治的公平性をめぐる安倍政権下での総理官邸側とのやり取りを記した総務省の行政文書について、高市経済安全保障担当大臣は昨日午前の参議院内閣委員会で文書4枚については明らかに正確なものではないと断言できるとして捏造だと改めて言及しました。その上でこんな不正確な文書が保存されていたことについては本当に残念に思うと話しています。総務省の行政文書には当時の磯崎総理補佐官が政治的公平性をめぐる新解釈の作成を総務省に働きかけて、高市氏が国会で一つの番組のみでも極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められないなどと答弁するまでの経緯が記されています。でこの騒動について高市氏は昨日午前の参議院内閣委員会で政治的公平性をめぐる新解釈を2015年5月15 12日に総務大臣として国会答弁した経緯に触れて、前の日の夜に送られてきた原価からのこの案にペンを入れてやり取りをしたなどと説明をしました。でここに至る過程で当時の磯崎総理補佐官と総務省側との度重なるやり取りが文書には記録されているんですが、この文書の配布先から大臣室が抜けています。完全にこのやり取りからスルーされていたんだろうと、まあ、こういう認識も示したというんですね。で文書では高市氏は2015年の2月と3月に総務省の局長から説明、これを受けたことになっています。総務省の行政文書をめぐるこの騒動ですが、内藤さんこれはどんなことをお感じですか。ですからこれ行政文書って言ってますけど、はい、これ見る話表に出てる限りいわゆるメモですよね。あ、はい、何らかの形でその、はい、きちんとその、まあ拘束力がある文書というよりはメモですよね、はい、メモですから誰がどう書こうとこれはどうしようもないわけ で、はい、でこれがだから、不正確な事実というふうに、高橋さんが言うような内容が書かれていてもそれはあり得るわけだと思うんですが、むしろこれ高橋氏がですね、もしそういう事実があったら私は大臣も辞めて議員も辞めますみたいなこと言っちゃったでしょ、はいうでね、売り言葉に買い言葉で、小西議員からね言われてね、要するに敵側というか相手側はそういう言質を取って、はい、
でずる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 こう攻めたいわけですから、はい、やっぱりそこは脇が甘かったですよね、だからそこに例えばそういうふうに言わないで、あのいやその議員というのはその有権者の、ね、負託を受けてるんだから、はい、軽々に辞めるとかなんとかとは言えませんよと、はい、あのそれはあの小西議員もあなたもその国会議員である以上分かってるでしょぐらいに、よかったのを、やっぱり頭に血のぼっていっちゃったというカットしちゃったんでしょうね、ところが、やっぱりその辺が、彼女のやっぱり脇の甘さというかちょっとその弱さというか、はい、そういうところだと私は思っちゃいますけどね、はい、続いて朝日新聞です。自民党岸田派宏池会の名誉会長だった古賀誠元幹事長が昨日ポスト岸田の有力候補として岸田派の林外務大臣がふさわしいという考えを示しました。 TBS の CS 番組の収録で林外務大臣はポスト岸田の有力候補かと質問され、そうだと応じたといいます。古賀氏はですね、岸田派について人材が豊富だし若い人たちもどんどん伸びてきていると指摘、その上でリーダー先頭は林さんに託すべきだろうなと思っている、まあ、こういう期待を示したと。古賀氏は岸田総理が総裁選に立候補した2020年に宏池会の名誉会長を退きました。以来岸田総理とは距離があるとされる一方で、林外務大臣とは定期的に意見交換をしているといいます。ポスト岸田の先頭は林外務大臣、まあ、こういう考えのようですが、古賀氏はですね、これは内藤さんはどうでしょう。いやだから古賀さんっていうことを言う人はこの人は完全な逆進ですから、あのこれは絶対やってはいけないということですよね、はい、でまあ、林という人はですね、はい、もうとにかく、まあどこかいいとこ一つでも探そうと思って何一つない人ですから、いや何度も言ってますけれども、はい、税金をその上げることが自己目的化しちゃう発言ですよね。そんなこと言ったらいつ増税できるんだと言ったり、はい、あるいはその、まあ、あの外交の場でですね、あのイマジンを歌って国境のない世界を、ね、あのこうやってみ、あの想像してごらんみたいなこと言ったら、その尖閣とかですね、日本海にあのロシアとかそのあの中国の船がですね、来てその北朝鮮バンバンミサイル撃つわけですよ、はい、でそれでもレッド・イット・ビーとかって平気なこと言ってですね、この間国連に行ってあの演説妙に持ち上げる人いますけれども、はい、あそこでウクライナが北方領土のこと言ってくれた時、北方領土のこと自分が何も言わない、で今回 その韓国についてもわざわざですね、あの日本企業がその寄付をすることは容認する、一体こいつはどこまで国益を毀損したらいいのかと。私は最近ですね、あの林氏については恐怖新聞と言ってるんですよ。恐怖新聞、あの角田次郎さんの漫画でね、1日読むと100日寿命が縮む、はい、彼が1日外務大臣にいることは100日日本の国益が損なわれる、そうですか、はい、間もなく7時です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。セブン&アイホールディングス経営不振の総合スーパーイトーヨーカドーの店舗について、地方都市の採算性が低い店を中心に3年後の2026年2月いっぱいまでに全体の4分の1にあたる33店舗を削減し93店舗にすると発表しました。売上が低迷する衣料品事業から飽きるものですね、ここから撤退してグループの強みとする食料品事業に集中すると。イトーヨーカドーセブン&アイの創業です。で多くの店舗はですね、駅前にあって食料品、衣料品、雑貨などを取り扱っています。最近は専門店やインターネット通販との競合が激しく、食料品以外は苦戦を強いられてきたといいます。イトーヨーカドーの店舗縮小というこの動きなんですが、内藤さんこちらどうでしょうか。まあしょうがないでしょうね。いわゆるデパートがどんどん、はい、閉店してますから、それと、まあ、あの似たような形態ですから、はい、しょうがないと思うんですが、ただこれ衣料品ってあれですか、はい、衣料品ってあのいわゆるあのジャケットとかそういうのだけじゃなくて、下着も含めてですかね、下着とか靴下も含めて、ね、だと思うんですがね、それをイトーヨーカドーなりイトーヨーカドーの、まあ、ブランドみたいな感じでね、作ってた、はい、やっぱり下着とかって結構最近買うの、はい、不自由しませんか。下着ですか。あの、要するにこういうそのいわゆるスーパーマーケット的なものが減ってきちゃって、はい、あのまあ、別にその高い下着買う人はいいんでしょうけど、普通にその例えば3枚いくらみたいなのやろうとすると、あ案外買う場所確かに限られてますね。私はだから一軒知ってる店があるから、そこはまだ潰れないようですから、そこを重宝してますけどもね、結構あれ、はい、そういうとこが減って
ってきちゃって、はい、別にその例えばワイシャツだったり、そういうものはあの専門店でもいいんでしょうけど、でも考えてみたらそうですね、私はたまたまその店を知ってるけども、そこがないとするとどこで買うんだろうっていうね、だから例えば変なしユニクロとかなんとか今下着を売ってはいるんでしょうけど、なんか割と本当普段使いのそういうものって、はい、どこでそうなったら買えばいいのかなっていう。そうですね、あとは個人的にはドンキホーテとかね、ああいったところにも売ってますけどもね、でもドンキホーテ僕の生活圏内ないからないんだ。そっかそっか、あやっぱりね住むところが違うとあったりなかったりするもんですお店がね。そうなんですよ、だからまあ、はい、ちょっとね、うちのところでは駅のところに西友ありますけど、あとはいわゆる、はい、あのいろんなそのテナントが入ったショッピングセンターばっかになっちゃいましたから、だから西友だってあのうちの近くというか割合近所はやはり何階かになってて下着を売ってますけども、食料品だけのところもありますね。ありますからね、だからそうなってきちゃうと、ちょっとそれはあの不便だよな。でもそれもまあネット通販で買えってことなのかな。まあ、まあ、そうか、お店で買ってもネット通販でもあれ別に試して履くわけにも試さないから下着に関してはね、そうなんですけど、下着や靴下はまあそこで買うわけじゃないですから、そうですね、そりゃそうなんだ、はい、ところでですね、イトーヨーカドー、これまでも閉店やグループの食品スーパーとの連携といった構造改革を行い、2016年2月末に182あった店舗数が今年2月末には126にまで減りました。しかし去年2月期決算は最終利益が112億の赤字で2期連続の最終赤字となりました。セブン&アイの社長は会見で、事業やエリアを絞りきれなかった、食の強みも生かせていないと述べました。セブン&アイは株主のアメリカ投資ファンドからコンビニエンスストア事業に集中するよう求められていました。そして売却を決めた百貨店そごう・西武とともにイトーヨーカドーの構造改革も懸案になっていました。主力のコンビニエンスストア事業に経営資源を一段と集中させるとしています。人口減少によってコンビニ店舗すでに飽和状態で、規模拡大によって売上ですとか利益をこの積み増してきた従来のビジネスモデル限界を迎えているとも言われています。このコンビニ業界も飽和状態だってことなんですね。ですから、コンビニの場合はただあれですよね、そのある程度そのフランチャイズ料を取ったりして、オーナーさんからまあこれしたら悪いですが搾取するというか、取って、はい、あの本部が儲けるという構造になってますから、あんまりやっぱり要は飽和状態ということはどんどん出させてどんどん潰して、で吸い上げるっていう、ね、あの非常に悪意のある言い方をすると、そういう構造になってるわけでしょ、はい、あんまりだからね、そのコンビニに恨みは個別のコンビニに恨みはないですけれども、はい、あんまりコンビニが増えるっていうのは犠牲者が増えるっていうことで決して、どうなんだろうねって気がしちゃいますよ、ね、あるところにはありますからね。いやだってうちの近所も同じ系列のコンビニが、そればっかりだから逆に言うと、そのなんか多分その縄張りなんでしょうね、はい、あの別のところは入ってこれない、例えばそのファミリーマートがいっぱいあって、ローソンだとかそのセブンイレブンほとんどないとかって、でこんなにそのちょっと行ってファミリーマートばっかりあってどうすんだって、多分別の地域ではセブンイレブンばっかりってどうすんだとかっていうところもあると、あるじゃないですか、はい、いやあれもだからね、やってる方大変ですからね。大変ですよ、ね、で多分甘い言葉で非常に儲かるようなこと言うんでしょうけど、悪いことは絶対そのオーナーさん募集するときに言わないですから、ですからね、人が足りなくて閉店ってところもあるみたいですからね。いやと思いますよ、だって24時間開けてるから大変ですよ、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時14分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、殺傷能力ある武器輸出緩和案浮上。政府自民党で殺傷能力のある防衛装備品の輸出先に侵略を受けた国を加える案が浮上してきました。アメリカやヨーロッパのように武器を提供しなければ外交の信頼を損ねかねないという見方があります。台湾有事を見据えて、ロシアがですね、侵攻したウクライナへの支援を求める声が上がっています。これまで日本がウクライナに送ったのは防弾チョッキなど非殺傷の装備にとどまっています。
どまります。現在は戦闘機や戦車、ミサイルなどの武器を日本と共同開発生産する国にしか引き渡せません。で、岸田総理は輸出拡大に関して国際法に違反する侵略を受けた国への支援などのために重要な政策的な手段となる、まあ、こういうふうに強調しました。殺傷能力のある防衛装備品の輸出先に侵略を受けた国を加える案、まあ、これが浮上してきたということなんですが、内藤さん、このあたりはどうお考えでしょうか。まあ、いいんじゃないですか、はい、いいんじゃないですかというよりも、本来はその輸出先の制限をなくすべきだと私は思いますよ、はい、あの他のその商品と一緒で、まあ、もちろんね、あの国際条約等であの輸出が禁止されているものも武器なんかにあるでしょうけれども、そうでなければ基本的にあのバンバン作ってバンバン売るっていうのはいいんじゃないですか。はい、まあ、これ外国海外を見てるとね、まあ、これはまあ至極当然のようにこういうふうにして、いや私はだからようやっと当然の形に少し近づいたというだけじゃないかと思いますが、はい、で政府自民党のこの念頭にはですね、5月に広島で開く G7 サミット、まあ、これがあると。日本はサミットの議長国を担います。で日本が外交力を発揮して G7 が足並みを揃えるこのウクライナをですね支え続けるというこの打ち出す機会になると。武器供与ができないと日本は援助に消極的だと映って外交上の交渉を推進する力を欠く懸念がある。また岸田総理のウクライナ訪問も G7 の首脳で唯一実現できていないと言います。日本は1990年代の湾岸戦争の時に自衛隊を派遣せず多国籍軍に130億ドルを拠出して小切手外交と批判されていました。ウクライナ侵攻は再び日本の貢献のあり方が問われているとも言われているわけなんですけども、まあ、このあたりですね。ですから、まあ、それ言っちゃうとですね、はい、だから小切手外交できるだけの経済的な体力が今あるのかって話ですよ、はい、だからやっぱりその外交上の交渉をですね推進力を欠くっていうんですけど、やっぱりそのまずはあの最終的にはあの、はい、軍事力ですけれども、防衛力ですけれども、はい、まずそのためには経済力が必要なんで、そのためにはですねやっぱり景気をその良くしなきゃいけないんで減税しなさいと、はい、結局最後そこに行き着くわけですよ。でこれ欧米見てみると携行型の対戦車ミサイルなどこの侵攻を防ぐ装備から始めた供給、でこれでこの領土奪還のための戦車などに広げています。でロシアを刺激してこの自国のリスクが高まる恐れよりも民主主義陣営が結束して現状変更を許さないとの立場、まあ、これを鮮明するのを重んじたと解釈されています。でイギリスチャレンジャー2、ドイツはレオパルト2といったですね主力戦車が3月以降にウクライナに届きます。ウクライナさらに戦闘機を出すよう要求すると。でこの武器供与ができないというこの日本は援助に消極的だというこの指摘は先ほどお伝えした通りでわけなんですけれども、まあ、これをだからどうやっていくのか。一方でそのロシアっていうね国、国益を考えたときに、はい、これはロシアとじゃあどう接していけばいいのか。いやだから少なくとも当面はロシアをウクライナから叩き出すまでは、はい、これはやっぱり毅然とした態度を取らないとダメですよ。やっぱりそれは、はい、ロシアが例えばそのナゴルノカラバフの紛争をその当事者同士の武力衝突で解決したときに彼らが仲介して誰も文句を言わなかったということが、はい、まあ、一つには今回のウクライナ事変につながっているわけですから、はい、やっぱりそういう軍事力でね武力で、はい、あの占領された領土だとか敵の相手の領土を拡大することは絶対に認められないっていうことを言わないと、はい、だってそんなこと言ったら例えば台湾有事もそうですけれども、はい、尖閣だりな竹島なりね、やっぱり我々北方領土ももちろんそうですけれども、やっぱり日本の領土が危険にさらされてるわけじゃないですか、はい、それ明日は我が身なんだから、だからそれはやっぱり積極的にやらないと、はい、ただ段階はっていいと思うんですよ、はい、そのあの戦車だとかそういう戦闘機だとかって、ね、実際侵略を受けてから、はい、送るということなんて普段から送るということはなくてもね、だから例えばそういう段階だとかなんとかあるにしても、はい、やっぱりこの辺の制約はやっぱりちょっといい加減そろそろ、うん、なくすように考えないといけないと思いますけどね、はい、まあ、今の内藤さんのご指摘のことをですね自民党佐藤正久参議院議員ですね、先ほどご時代ご出演いただきましたけれども、6日の参議院予算委員会で台湾有事日本有事で日本は兵器や弾薬を他の国に求めないと全然足りない、他の国の危機の時にはあげず自分が危機の時はくれというのは通じるかと、
まあ、こういう指摘をしたということですね。仮にそれがクレじゃなくて高値で買うにしても、はい、そのためには経済力もいるわけですから、はい、というのがね、はい、現実だということですね。続いてはこちら、日経新聞、半導体蓄電池も重点審査。政府は外国人が安全保障上重要な国内企業の株式を取得する際の重点審査対象に半導体や蓄電池など9つの物資に関わるこの業種を追加すると発表しました。企業活動や国民生活に不可欠な物資への監視を強め、供給網サプライチェーン、この確保ですとか技術流出の防止につなげるといいます。今年夏にも適用する見通しだというんですね。追加対象は塩化カリウムなど肥料ですね、あと工作機械、産業用ロボット、天然ガス、製造装置などの半導体関連、そして蓄電池です。2019年に成立した改正外為法では、外国人が安全保障上重要な企業の株式を取得する際の事前届け出基準を持ち株比率で 10% 以上から 1% 以上に厳しくしています。重点審査対象に半導体や蓄電池など9つの物資に関わる業種を追加して、企業活動や国民生活に不可欠な物資への監視を強めるということなんですが、これは内藤さんどうでしょうね。逆に今まで半導体伸ばしたって、はい、そうですね、半導体やられちゃったらアウトじゃないですか、はい、何やってたんだっていう、まあ、遅ればせながらでもやっていただいていいんですが、はい、逆に今まで半導体伸ばしだったんで、そっちの俺驚いちゃいましたね。いやこれ本当まさに安全保障上のね、問題になるわけですもんね。だって半導体がなければ、はい、まあ、別にその、ね、防衛関係のものでなくても本当に日常生活成り立たないわけですよ。それこそ火曜日田中秀臣先生が車がね、はい、車ね、はい、納車が待ちだみたいなので、あれもやっぱり半導体不足とかそういうことが影響してるわけでしょ。いやだからそれ考えて、あんた、はい、今までのんきすぎましたね。まあ改めていただければそれはそれで結構なことがあるんですが、ちょっとそのことに私はびっくりしました。はい、で一方土地をめぐってはですね、沖縄本島の北に位置する無人島のおよそ半分の土地を中国でビジネスをこの展開する企業が取得していたことが分かっています。でこの島をめぐっては中国人とみられる女性が SNS に無人島に上陸した映像を投稿して注目を浴びました。松野官房長官、この島は安全保障上重要な土地の利用を規制する法律の対象外だとした上で、政府として動向を注視していく考えを示しています。地元からは中国の領土にならないかといった懸念の声も上がっているわけなんですけれども、こういう動きはどうでしょうね、内藤さん。ですからやっぱりこれ土地に関してはやっぱり相互主義で、日本人は中国の土地買えないわけですから、はい、 そうですね、それはちょっとやっぱり規制するということはあってもいいと思うんですよ、はい、でただやっぱり人口が減ってきたり都市部に集中したりして、地方なんかでやっぱり本当にそれこそ空き家が余って問題あって、はい、土地を誰ももう余っちゃって買ってくんないっていうことあるわけでしょ、はい、そうするとこれ地主さんにしてみれば、買ってくれる人来たら売っちゃうのはこれしょうがないですよね、はい、もう処分したいっていう人がね、あるいはその固定資産税が高すぎちゃって維持費が、維持ができない、できないから、それを誰かが少なくとも相場より高値で買ってくれるって言ったら売るというのが、これそこを売るなとはやっぱり言えないですよ、はい、そういう意味でもやっぱりですね、はい、土地をその日本人が維持できる風な体制にしていかないと、はい、そうしないとやっぱり外国人がどんどん買うってのは、これはもう止められないですから、逆に買わせないというよりは日本人が維持しやすい、はい、例えばその売買の規制をですね、少なくとも日本人同士の売買の規制を緩めるとか、固定資産税を大幅に減免するとかですね、はい、そういうことを考えないと、まあ、でも今回のね、この中国の女性が SNS に上げたから注目されたってことですよね。ですから上げなきゃ、はい、多分こういう形で買ってるとかいっぱいあるわけで、粛々と進んでいた可能性もね、否定はできないという。でそれであとは結局その重要な土地の利用を規制する法律のその範囲がですね、はい、これが適切かどうかですよね、だから逆に場合によっては本当にかつての北海道の原野商法みたいな形で、はい、二束三文の土地を外国人に詐欺同然で売りつけるという悪質なビジネスも当然あるとは思うんですよ、はい、ただそれ全部今これ外国人が土地を買うということをなんか全部一緒くたにしちゃってますから、 はい、ある程度それ切り分けてですね、見直しをするということは必要でしょうね、はい、
続いてはこちら、産経新聞、アメリカの国防予算 3.3% 増。アメリカバイデン政権は9日、2024会計年度、今年の10月から来年9月のこの予算編成の方針を示します予算教書というのを発表しました。歳出の総額、前の年度に比べて 8% 増の6兆8830億ドル、およそ938兆円を要求。軍備の拡大を図る中国やロシアの新たな脅威に備えて、国防予算は前の年度に比べて 3.3% 増の8864億ドル、およそ121兆円としました。アメリカは国防予算を 3.3% 増やす方針ということなんですが、この数字、内藤さん、どう感じですか？アメリカの今インフレ率ってどれぐらいなんでしたっけ？今見方にもよりますけども、6とか8とかそのくらいでしたかね。だから全体で 8% 増えたっていうのは、それにまあ見合ってる増加ってことですよね。はい、あ、そうですね、そういうことですよね。はい、で当然その分増やさないとしょうがないわけ で、はい、でその中で 3.3% 増ですから、実は増えてない。はい、あ、そんなに数字で見るとね、数字で見るとその国防費が突出して増えてるということではないというふうに私は理解したんですが、はい、ただもちろんね、そのウクライナの問題もありますし、中国がちょっとやっぱりかなりエスカレーションしているところがあるので、増やさないといけないというあるにしても、ただ騒ぐほどのこれ増額なんでしょうかという、はい、全体のバランスから見て、これぐらい逆に増えちゃうんじゃないのっていう、ふうに思ったんですが、はい、アメリカのこの予算教書、歳入がですね、5兆360億ドルを見込んで、2024会計年度の財政赤字1兆8460億ドルとしました。で、野党の共和党が連邦政府のこの借り入れの限度額を定めた債務上限、この問題で歳出削減を求めていることを踏まえて、10年で3兆ドル規模の財政赤字の削減を進める方針、これを示しています。アメリカの大統領報道官は8日記者会見で、財政赤字への対応に関して富裕層や大企業が公平に負担するこの税制改革を提案し、石油や製薬などここに関わる無駄な支出、こちらを削減すると強調。アメリカメディアによると、石油やガス会社へのこの税の優遇措置の廃止などを検討しているとしています。アメリカの財政赤字への対応ということなんですけれども、こういうこともあるんですね。でこれ要は石油やガス会社、はい、製薬企業って、これ共和党の支持基盤ですから。あ、そうですね、共和党だ。だから、要は選挙にらんで、はい、やってて、来年大統領選挙ありますからね。そういう露骨な、はい、誘導ですよね。あ、もう全てそういうの絡んできますからね、こういったものっていうのはね。まあ、でも先ほど内藤さんご指摘のあった、まあ、この 8% というのがね、じゃあそんなにこの妨害な伸び率なのかっていうと、まあ、そうとも限らないっていうことですよね。インフレでそれだけ上がってるんだったら、当然それに応じて増えるの、これ自然じゃないですか。はい、でましてや先ほどもお伝えした通りですね、中国に対抗するためにはね、やはり向こうが増やすんだったらこっちだってってバランスですから。実際、はい、危険が迫っていればそれに対応する費用はほとんどかかってくるわけですから、まあ、ですからあとはこう支持率にもそれが反映されてきたりとかね、してくるはずですけども、まあ、ただこれはですから、まあ、非難されてるとかそういう問題じゃないってことなんでしょうね。ただことさらにその全体が 8% 増えている中で、国防費が逆に言うと 3.3% しか増えないわけですよ、はい、全体に同じように増えていけば、8% 増えたっておかしくないわけでしょ。はい、そうですね、 8% 近くなってもおかしい。逆に言うと伸び率、国防費の伸び率は半分にしかならないんですよ。はい、だからそうすると他どこで増えたのって話ですよね。そうですね、まあ、大体こう 2% みたいなことがよく言われますものね、GDP の 2% とかね、まあ、ですからこのアメリカの国防予算 3.3% 増というニュースでしたね。続いてはこちら、毎日新聞、新型コロナ5類以降でワクチン支援縮小。
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけ5類に引き下げるのに伴って政府は医療機関に対するワクチン接種の特例的な支援、これを見直す方針を固めました。現在は一定以上の回数を接種する診療所に対して1回あたり2000円から3000円が国から加算されていますが、3月末の特例支援の期限以降縮小する方向です。近く正式決定し都道府県などに説明するとしています。政府は2021年の春から短期間で多くの人にワクチンを接種するための特例加算を始めました。で週100回以上の接種を2ヶ月の間に4週以上行う診療所に対して1回あたり2000円を補助、同じ条件で週150回以上接種する場合は1回あたり3000円を補助しています。支援の効果もあって1回から2回目のワクチン接種率今年2月時点でおよそ8割まで進みました。政府は緊急で大人数に接種する必要性は薄れたと判断して3000円の補助は終了とします。ただ2000円の補助は医師会の求めもあり継続する見通しだといいます。医療機関に対するワクチン接種の特例的な支援、これを見直す方針ということなんですが、これは内藤さんどうでしょうか。いやこれ当然じゃないですか、はい、やっぱりその5類にするっていうことは普通のインフルエンザ並みにするっていうことですから、当然それと同じ対応というのは、はい、当たり前だと思いますけど、まあ逆にそれでもまあ2000円の補助はまだ残るのねっていう、するなという意味ではなくて、はい、だからそういう意味ではまだちょっとコロナに関しては、はい、ちょっと特例扱いっていう感じなんでしょうね。でこの5類に引き下げるのに伴ってですね、ワクチン接種を無料で受けられる仕組み、これが3月いっぱいの期限を1年延長するとしました。まあ、ただ来年度以降についてはこのワクチン接種ですね、接種を受ける人に自己負担が生じる可能性がある、まあ、定期接種への移行を検討しているということですね。ワクチン接種を無料で受けられる仕組み、まあ、これまで当然のようにこうあったわけなんですけれども、これが変化していくということですね。ですからまあこれもはい、3回とりあえず打ってればいろんな日常生活に支障がないという形になってますから、はい、まあこう、あと1年でいいんじゃないですか。私一応4回打ちましたけど、5回目は、はい、まだ打ってないんですが、はい、ただまあもう4回打ったらいいのかなって、なんかいや知りません、本当にお医者さんとかで、はい、いやダメだって言われちゃうかもしれないんですけど、気分的には、ね、高齢の方とかね、持病持ちの方って打たなきゃいけない人は優先して打てばいいだけで、はい、そうでない健康な人間はね、いいんじゃないでしょうか。はい、そうですね。まあこれだから有料になってね、ただだからまあ打とうかなと思ってた方もいらっしゃるかと思うんですよね。逆に言うと、ただでもみんな打ってくんないと重症化しちゃうから大変だよねってただにしてたわけですから、はい、それが収まってきたんであればもうやらなくていいですよね、はい、そうですね、あとは打ちたい方が、まあ、打ちたい人がまあ好きなように打っていただければ、なんか好きなように打っていただければってなんか変な話ですけど、まあね、それぞれこう考えは違いますからね。はい、時刻7時33分です。時刻7時34分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。来週月曜日13日からマスクの着用個人の判断に委ねられることを受けて、消費の現場では顧客に対する着用の呼びかけをやめるといった運用指針の変更、こちらが相次いでいるといいます。オリエンタルランドは昨日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでマスクの着用について13日からは入園客や従業員の判断に委ねると発表しました。百貨店やスーパー含む小売業界の12団体も2月下旬顧客に常時正しく着用するよう依頼する、まあ、こういうふうにしてきたガイドラインについて統一的な着用推奨は行わない、こちらに変更しました。日本ホテル協会もレストランや宴会場での飲食時にマスクをつけなくても良い運用に変えます。ビュッフェで客が料理を取りに行く際にもマスクをつけることは求めないと言います。飲食チェーンで作る日本フードサービス協会はマスクの着用はお客様個人の判断と周知するチラシをウェブサイトに準備しました。
飲食店が印刷して店頭に貼り出すことでマスク着用の有無、これをめぐる客同士の争いを防ぐ狙いがあるといいます。映画館の業界団体全国工業生活衛生同業組合連合会、こちらもですね、映画が始まる前にお互いを思いやり映画をご鑑賞ください、こういったメッセージを流すことにしています。マスク着用緩和をめぐる消費の現場の動きですが、内藤さん、これどうですかね。やっぱりフードサービス協会の、はい、言ってるとおり、マスクの着用はお客様個人の判断って、やっぱこれが定着してほしいですよね、はい、したい方はしていただければいいし、もう苦しいからいいよっていう、はい、で特にその大声で喋ったりしないから、はい、外してもいいでしょっていう人に対しては文句を言わないっていう風な定着していただきたいですね、はい、で個人的には私なんか展覧会やってる側の人間からすると、まあ、このマスクもそうなんですけれども、やっぱりコロナのその規制で例えば検温だとか、はい、アルコールだとかっていうのは、あれもやらなくてよくなるんですか。あれはだから5月8日以降やらなくてよくなるんですかね。ちょっと私も今わからないんですけど、あれやらなくてよくなると非常に助かるんですよ。やっぱり検温なんかっていうと、人が一人すごい必要になりますから。そうですね、手首とかね、要するに高いマシンを借りてもいいんですが、あれ高いんですよ結構。そうか、自動でね、自動でやるんで、あれ結構費用かかるんで、はい、そうするとやっぱり一番安いのは人を置いてやるんですけども、やっぱりちっちゃなイベントなんかそこで人一人取られちゃうと結構でかい負担が大きいんですよ、はい、ですからそれでやっぱりある程度フリーにしておいて、ちょっとやっぱりその辺気にする方はご自身で防衛していただくというふうにするのがいいと思うんですけどね。そうしないとちょっとやっぱりこの3年間も非常に負担が大きかったですから。あ、そうですね。でも今そのね、アルコール消毒と検温というのもね、あれもおそらく、今はもう当たり前のように置いてますけれども、徐々にって感じなんですかね、やっぱりね。で、あれもね、まあ、アルコールではそれほどないですけど、やっぱ検温とかね、検温なんですね、やっぱり結構手間かかりますから、はい、意外と、はい、で一方顧客に引き続きマスクの着用を求めるところもあります。タイヤブランドで、この美容室をですね、全国展開するタイヤは、13日以降も来店客にマスクの着用をお願いします。施術の時に、顧客と美容師との距離が近くならざるを得ず、安心して利用してもらうためにということです。接客現場の従業員については、大手百貨店など引き続きマスクの着用を求めるところも多いといいます。接客現場の従業員は引き続きマスクを着用ということです、ね。これ会社の方針ですからね。ただ疑問なのは、これ美容室でマスクお客さんがするって、はい、いや切りにくくないですか。そうですね、耳のとことかね、耳のとこなんか、はい、ですから私が過去経験したのは、それ以外はしてるけれども、切るときだけは耳、マスク取ってくださいみたいなね。そうですか。私なんか髪切り行くとき、何も言わないでこう座るとこう外しちゃって、外して、そういうところもあるか、はい、だからいやこれマスクしてて単純にそれとも耳の周りは切らないっていう主義なんですかね。いやいや、それはないと思うんですけど。いやお客さんは耳のあたりは切らないで伸ばすのがトレンドなんですよ。耳切ってるやつはね耳出すなんてダメですみたいな。そんなマスクでそんな髪型まで変わっていくっていうね。いや、ということじゃないと思うんですけどね。そうなったらすごいことですけども。さて続いてはですね、産経新聞ですね。新型コロナウイルスの起源をめぐる論争が再燃していると。中国武漢の研究所から流出したという説がアメリカで再び注目を集めて、 WHO も引き続き調査を続けるという方針です。 WHO がパンデミック、世界的大流行と表明して、明日11日で、3年です。で感染拡大ピーク時よりもですね、沈静化してきたとはいうものの、再発防止にこの重要な発生源の特定は道半ばです。でアメリカではウォールストリートジャーナルが2月26日エネルギー省の機密報告書が中国科学院武漢ウイルス研究所からの流出説を最も有力だと結論付けた、まあ、こういうふうに報じて議論が再燃しました。ウォールストリートジャーナルによると、アメリカのエネルギー省、新たな情報に基づいて新型コロナウイルスの起源を不明としてきました。で以前の判断を修正し、流出説が最も可能性が高いと分析、ただ判断の角度は低いともしています。まあ、新型コロナウイルスの起源をめぐるこの論争が再燃ということですが、今こういうことになってるんですね。もともとね、はい、やっぱりこれは人為的にこうばらまいたというのは、それはまあ陰謀論ですけど、そういうのではなくて人為的に作ったものが、はい、
あの管理が甘くて漏れてしまったということは言われてた話ですから、ただこれがやっぱりあの中国の側がきちんとこれ情報公開してですね、やっていただかないと、やっぱり再発防止のためにはね、あの発生源だとかそういうことをきちんと明らかにしないことはどうにもならないですから、そこちょっとね、まあそれがあの国ですからってあるんですけど、でもそれはなんとかやっぱりしていただかないと困りますよね、はい。時刻7時40分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。文化放送おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。読売新聞からですね、東京電力福島第一原発のこの事故に伴う避難指示が解除された地域に住む人の 75% が今後も現在の居住地で暮らしたい、まあ、こういうふうに考えていることが東京大学などのアンケート調査で分かりました。人間関係が良好であることなどが要因とみられるということです。東京大学と福島県双葉町にある東日本大震災原子力災害伝承館、こちらが去年3月から5月、福島県の富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、広野町、楢葉町という6つの町と川内村、桂尾村、全部で9989戸に調査用紙を送って1565件が回答しました。回答の内訳は、避難後に戻った帰還者 67%、 仕事による一時滞在者 17%、 移住者 9% でした。今後もずっと現在の居住地で暮らしたいかを聞いたところ、そう思うとある程度そう思うの合計が 75% だったといいます。東京大学貝沼准教授、避難指示解除地域は暮らしたくない場所だとよく言われるが、イメージと異なる実態が浮かび上がった。全回答者のおよそ6割は友達付き合いなどに満足していて、程よい距離感のコミュニティがあるのだろうと分析をしています。避難指示が解除された地域に住む人の 75% が今後も現在の居住地で暮らしたいと考えているという、まあ、こういう調査結果が出ましたが、内藤さん、この数字どうご覧になりますか？いや、これ当然じゃないですか。いや、 やっぱり自分の住んでるところを住みたいですよ。今住んでる方に伺ってるわけですから、でここが嫌だって人はもう出てっちゃってるわけでしょ。もういないかもしれないですね。ですからそれは当然そこに生活があって、住んでれば不満がなければ、やっぱり今いるとこ住みたいんじゃないですかね、皆さん。人間関係はねとてもいいようですが、ただ、事故前と比べて生活は便利かと聞いたところ、そう思わないとあまりそう思わないの合計が 75%、まあ、どうしてもね撤退したところなんか戻ってこないってのはあるでしょうから、だって人が集まんなかったら量販店とかね、病院だとかできませんからね。そういったものだって、苦しいですよね、経営自体がね。となるとやっぱり一人でも多くの方がこう戻ってということですよね。でさらにこの大きな地域コミュニティを作っていくっていうのが大事なんですね。あとはまあやっぱり交通のね、確保ですよね。交通のね、はい。今朝のコメンテーター内藤陽介さんでした。内藤さん、ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。